この発表会は技能実習生を受け入れる常滑市の団体が毎年開いているもので、今年は日本での自転車にまつわるエピソードをテーマに、タイやベトナムなどから来た30人が作文を披露しています。日本の道路は態度は少し違いますか。日本で生活をするためにはルールを守らなければなりません。主催者は仲間が発表する姿を見て、日本で生活する意欲を高めてほしいと話していました。